この建物は多田栄吉故居です。とても綺麗ですね。ですよね。これは淡水で初めて旧跡指定された日本邸宅です。すごいですね。そして現在淡水で最も完全な形で保存されている日本式の建物です。日本独特の雰囲気を感じられます。広い縁側に座って庭の池や観音山、淡水画を見ることができます。きっと綺麗でしょうね。夕方には夕日も見えますよ。楽しみですね。この辺はアゲがあります。ああ、アゲは聞いたことがあります。でもどうやって作られるんですか？油揚げもしくは厚揚げに春雨を詰め、魚のすり身でとじます。食べてみたいです。では一緒に食べませんか？はい、行きましょう。